ウィリアムズ軍の人口ピラミッド・ウィリアムズ軍は、アメリカ合衆国オハイオ州にある軍。2005年の推定人口は38,688人で、軍長所在地はブライアンである。軍名は、アメリカ独立戦争で、ジョン・アンドレを捕らえたうちの一人のデイビッド・ウィリアムズに、ちなんで名付けられた。ウィリアムズ軍は1820年4月1日に、組織された。 アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積1096平方キロメートルである。このうち1092平方キロメートルが陸地で、3平方キロメートルが水地域である。総面積の0.31%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この軍は39,188人、15,105世帯。 および1万664家族が暮らしている。人口密度は36平方キロメートルで15平方キロメートルの平均的な密度に1万6140件の住居が建っている。この軍の人種的構成は白人ーセント、アフリカン・アメリカンセント、先住民セント、アジア系セント。 太平洋諸島系0.01%、その他の人種1.19%、及び根結0.83%で、人口の2.68%がヒスパニック、またはラテン系である。人口のうち43.6%がドイツ系、17.7%がアメリカ系、8.1%がイングランド系、5.8%が アイルランド系移民の子孫である。15,105世帯のうち33.30%は18歳未満の子供と暮らしており、57.50%は夫婦で生活している。9.00%は未婚の女性が接待種であり、29.40%は家族以外の住人と同居している。24.90%は独身の居住者が住んでおり、 10.50%は65歳以上で、独居である。一世帯あたりの平均人数は2.52人で、あり、家庭の場合は3.00人である。軍内の住民は26.20%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が8.30%、25歳以上44歳以下が28.70%、45歳。 以上64歳以下が22.90%及び65歳以上が13.90%にわたっている。中央値年齢は37歳である。女性100人ごとに対して男性は98.70に見て、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は96.40にいる。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は4万735ベ米ドルであり、家族ごとでは4万7398ベードルである。男性の3万3476ベードルに、対して女性は2万2136ベードルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は1万8441ベードルである。人口の6.00%及び、 家族の3.90%は貧困線以下である。18歳未満の6.20%及び65歳以上の6.90%は貧困線以下の生活を送っている。ウィリアムズ郡のコミュニティ及び軍区。都市村軍区非法人化コミュニティ。オハイオ州の軍のプロフィール。ウィリアムズ郡、オハイオ州開発局。2008年11月23日閲覧。オハイオ州。 ウィリアムズ軍の基礎情報。全国カウンティ協会。2008年11月23日閲覧。ウィリアムズ軍のデータ。オハイオ州立大学公開データセンター。2008年11月23日閲覧。アメリカ合衆国国勢調査局。2008年11月23日閲覧。ありがとうございます。